花水玉草は赤わ中水玉草族の草本。毛の生えた果実が水玉を思わせる。多年生の草本で細い地下茎を伸ばす。茎は立ち上がり、高さ20から60センチメートル、下向きの細毛が生えている。葉は体勢で1から4センチメートルの傭兵があり、葉身は長さ5から13センチメートル、幅1.5から4センチメートル。 葉の形は長卵形から卵上長楕円型で、円には低い虚子があり、また細かい毛が生える。花期は8から9月、果序は長さ1 5トルほどで、相乗果序をなす。花は白から淡い紅色。花弁は2個で、灯卵型で先端が浅く2つに裂ける。学編は花弁の倍ほどの長さがあり、反り返る。果実は高灯卵型で、 幅3から4ミリメートル、溝があり、その表面一面に針状の毛が生える。和名の水玉草は、水玉草を乗で、白い毛の生えた球形の脂肪を、霧がかかった水玉に見立てたもの。火事には、花弁等も落ち、この部分が白く目立って見える。日本では、北海道から九州までに見られ、国外では、朝鮮半島、中国、インドシナに分布する。 産地の日陰に生える。同族のものは日本に5種ある。そのうち宮間谷立しいアルピーナは背丈10センチメートルほどの小型種である。あとの3種は本種に似ているが、牛タキソーシーコードタは全体に毛が多く、谷立しいエレベソンズは花柄に毛がなく、エゾノミズタマ相シーカナデンシスサブスプ、クワドリサルケイタは茎に毛がないといった点で区別できる。 この属のものは野生でも、交雑種を形成することが多い。本種との関連では、牛滝き草と本種との雑誌と推定されている水滝き草がある。また、本種の種内変異としては、葉が、卵型、規部が心形にくぼみ、傭兵が長いものを広葉の水玉草バリエーション、尾端として区別する場合があり、本種中部で基本変種に混じって見られる。この変種は、 牛滝草に、やや似るが、牛滝草が全体に緑なのに対し、本種は早枝の付け根が赤みを帯びる。なお、雑種の水滝草と本種の種内変異とされる、広葉の水玉草バリエーション、オバタは、広葉の水玉草セルキアオバタとして、同一のものとの考えがある。以下、記載は、種として、北村、村田 1961ABCD 佐竹ほか、 P269 マキの P426ABC ビュフォード P202 新木屋日本植物図鑑 P489 北村村田 P43AB 広葉の水玉草 BG プランツワミオ学名インデックス高橋監修 P208 ありがとうございます